部屋とワイサツとラビオ、この番組は日崎ロミオ率いる新宿歌舞伎町ロミオグループ、うん、プロデューサーと慎吾さんのコラボ曲パーティーララサイのユニットメンバーで週替わりに出演していく音楽バラエティの番組となっております。よいしょ。で現在このパーサイ、略してパーサイなんですけど、うん、テレビ東京系特報 B 級ニュース、うん、こちらエンディングテーマに決定しています。よいしょ。あとタワーレコード新宿店ではメジャーインディーズを含めた総合ウィークリーチャート1位。すごい、すごいですね。すごい、全国インディーズでも1位を取っております。すごい。こんな感じで、うん、今日もスタートしていくんですが、ね、まあなんか多分気づいてる人もいるんですけどね、うん、そうね、いるんですね、うん、なんかなんかおかしい、いつもの違うの違うのかな、なんか違う、スペースに余裕がある余裕が、うん、完全にいつものダミ声みたいなのがあまりないね、はい、広島のスカイツリーいないねんけど、ナイツさんありがとうそうなんですよ、今日ナイツさんがお休みなんですよ。おっとおっとおっと、いつも MC をやってるんです。嘘でしょ。で急遽このね、すげえ短い間に MC をやれって言われたんですよ、ね、うん、まあ、ね、まあ、歌舞伎のパパだね、パパが、パパ頑張ろうナイトじゃないから、勘違いされてるから、ヒゲ生えてる、まあ、こんなんです。何つけたんこの3日が3日間ぐらいでちょっと、ね、ありましたが、はい、こんな感じで私歌舞伎町のパパことポンが進行の方務めさせていただきます。よろしくお願いします。よっしゃー、頑張ろう。それではですね、これからユニットメンバー本日出演の方々を紹介していきたいと思います。はい、じゃあこっちからどうぞ。はい、好きだな、カメラ。ロミオ一部の今年役年、ユースハヤトです。よいしょー。役年か、もうそんな年か、からの、からのロミオ一部、マサトです。お願いします。よいしょー。ああ、どうすか。ああ、どうも、初めまして。初めましてじゃないか。黒髪黒服装、顔濃い、どうもひろゆです。いやだ意外にシンプルだね、うん、全身黒でいいね、まあ、黒だからね、うん、黒ずくめでいきましょう、じゃあ今日は、うん、まあ今日それでコメント拾ってくれるのが隼人くんが、よっしゃ、どん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 拾ってくれると思う。隼人、眉毛ね、ありますあります、うん、あと自分もどん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 拾えるものは拾っていきたいと思いますので、そうね、よろしくお願いします、はい。ちなみにだからナイスさんじゃ熱老けてる、まあ、それはつけてますけど、うん、それではね、もう終わったところで、うん、挨拶終わったところ で、ね、まあ、最初のコーナーに行ってみたいと思います、はい、あれか、まあ、いつもの恒例のこれのやつか、出た出た、うん、それでは皆さん、準備は大丈夫ですか。あ、もういつでもじゃあ、挨拶代わりの変顔に行ってみよう。ノリノリだ ね、 いやー、もう今日楽しいね今日は自由にスペース広い広い、自由にできる感じがあるから、もういいよいいよ、何でもできるから、何でも言いたい放題できるかもしれないから、やっちゃおう。じゃあまずね、じゃあ初めにイケメントップバッターの隼人君が変顔に行ってみたいと思います。よっしゃ、早い早い早い3、2、1とやるしかない、もう楽しみまくってるじゃあ、行きますか。モザイクモザイク行きますか、じゃあ変顔まで3、2、1、ほい、いいんじゃない、よいしょ、もういいんじゃない、うん、OK これ、うん、まあ今の一発目ハヤト君だったんだけどこれで3人みんなでやってもらいますんで、ね、はい、最後にアンケートを取りますんで、うん、誰が一番変顔がすごかったかっていうのをやってもらいますんで、うん、今のちょっとサンプルなんで、デモ映像なんでもう一回ハヤト君にはやってもらいますんで、うん、これが本番だという、次が、
という感じでやっていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、それではもう一回行きましょうか、ハイロケ。サンプルなんで。今のはサンプルなんで。早い早い早い。それもサンプルになっちゃう。さっき変えていかないと。さっきのやつはもう使えないから。次が本番だから。じゃあ、いきますよ。じゃあ本番ね。で、変顔を3秒間やってもらいますんで。3秒。いきますよ。はい。3、3、2、1、4、ほい。1、2、3。はい、OK! イエーイイエーイイエーイテンション高えな、ね、さて、一発目、それでは。困るわ。ハルト君が終わりました。ねね、続いて、マサト君、行ってみたいと思います。マサト君の変顔のイメージ全くないんだよ。うんこれは、そうですね、まあ、まあ、見えてください、まあ、期待しとこう。持ってんのかな、これ持ってんのかな。じゃあ、続いて、滑ること間違いないし。マサト君に行きたいと思いますんで。いきますよ、それでは、うん、3、3、2、2、1、1、ほい1、2、3、オッケー自分の顔見えないからすげえ恥ずかしい。いいな、いいな、いいな、いいんでねーの、うん、自分の顔見えない、自分の顔見えないな。いい感じ、ひどいな。マジですか、うん、ひどい、ひどいね。あ、これ、これ酒飲んでる、飲んでる、バレてる。酒飲んでるのかバレてる。さっき何ぐらい飲んでた。何ぐらい。ちょいちょい飲み始めてね。お、じゃあこれから、それでは最後、お、ね、しおりくんの方に行ってみたい。濃ゆいやついくよ。濃ゆいからね、顔がもともと濃ゆいからね。もうやばい、どういう変顔が出てるか。すごい薄くなるから。めっちゃ薄くなる。逆に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 。じゃあ行ってみましょうか。それでは、しおりくんの変顔まで3、3、2、2、1、1、ほい1、2、さあ、オッケー見てましたよ。ピントが取れないというね、最初。あ、ピントがね。最初、ピントが取れないというものがあります。危ねえ。NP30 消費した、今、完全に。結構、結構な。日本さんは大丈夫ですか？自分ですか？自分もこれやっといた方がいい。いやー、もうやった、やるべきでしょ。やりましょう、やりましょう。やるべきでしょ。ただ人数少ないから、それやっといた方がいい。じゃあ、次ね、パパの変顔まで。ええ、もうこいつは本当に俺大嫌いなの。3、3、2、1、1、ほい。オッケー。よいしょ。まあ、いいんじゃないです。あらだすということで、ちょっと恥ずかしくて頭の中真っ白になってます。それではですね、今、1、2、3、4とやってましたが、はい、この中で今4人いますんで、名前下に出てますんで、うん、みんなにアンケートを取りたいと思います。まず、誰が一番この中で変顔だったかっていうものをアンケートを取りますので、みんな笑ってます。すげえ、すげえ笑ってます。ベストを決めましょう。誰のための笑いなのか分かんないですね。分かんないけどね。はい、ではこれはアンケートを取りたいと思いますので、うんうん、お願いします。はい、ね、誰ですね。誰だろう、うん、多分これ分かんないですね。結構いい線いってたんじゃない、みんな。俺自分の顔見えなかったですかね、やってて。ないと、あいつ見てっかな。いや、多分見て、うん、見ててほしいね、逆に。じゃあコメントでね、そうそう、あの、ナイトっぽいですね。ドラゴンボール見てるよ。マジか、ナイト。やりづらい。誰がドラゴンボールこっちを見てください。ナイトドラゴンボール見てたら、マジ、ほんとに。ハヤトナンバーワンになったの。お、そう、すごいだったんですよ。おー、すごいな。おめでとう。うん、おめでとう。すごかったね。何回目？2回目ですね。2回目か。あ、でもそんなもんか。もっとなってると思ったけど。いいお年玉が。でも役年。役年。でも役年。まあ役年の前に取っといてよかったね。そうですね。これからどうなるか分かんないから。これからです。で、アンケートの方が、これは出てるんですかね、今。もう今。はい、じゃあ結果を。よっしゃ。お待ちして。はい、お願いします。うわぁ、まさかの。嘘だろ。マジか。ありがとうございます。なんか持ってっちゃってすいません。そんな、いや、しゃあない、しゃあない。そんな気マジでなかったんですか。貫禄のさない、今のは。いや、まあ、やっぱ、ね、うん、年の子っていうことがあるかもしれない。年の子ですね。その中でもね、やっぱり変顔なんか
こんな感じで終わりました。確かに、ね、誰かにコメントを一言聞いてみたかったんですけど、俺取っちゃったんで何喋ればいいか分かんなかったです。まあそんなところなんですけど、まあありがとうございます一番を、うん、こんなんで、いい顔、いいなあ、あなたいい顔ありがとうございます。ナンバーワン、ナンバーワン、すごい英語なんか今日多い、うん、あでもこれまさか、うん、フリーザ編見てるよ、知らねえ、どうセルフィン誰が見てんのドラゴンボールを、そんなやつだね。まあそんな感じでやってますが、じゃあ続いていきましょうか、うん、続いてのコーナーに行く前なんですけど、はい、前にね、ちょっとまだ結構、あこのタイミングでじゃあちょっと CM の方入ります、はい、じゃあどうぞ。そんなんで今日、うん、そんなんで行こう行こうで、ちょっとこの1個もねコーナー入る前に、うん、今日ちょっと大きい人いないんですけど、大きい人いないね、普段ちょっと言えない大きい人への、うん、まあいいとこ悪いとこ、なるほど、でユニットのやっぱリーダーでもある、うん、中核でもあるんで、うん、その人に対してまあいないから言いたいこと言っちゃおうコーナー、お前だライトお前のことだ言うぞ、もうやりましょう、バンバン言うぞ、言ってきましょう、多分何かしらねあるかないか分かんないですけど、休んでる場合だよね、ねえハヤト、そうですね、うん、もうね、なんか地域は違いと言いたいことはね、うんうん、どこまで行っていいのやら、わあ、いやもう放送ギリギリのラインまで、なんか言ってみてよ、なんかある何がありますかね、うん、ドラゴンボールに勝つぐらいの勢いでやろう、最近筋トレサボってるやろ、脱いでも脱いでもあんま割れてないぞ最近ね、それ気にしてる最近太ったってちょっと気にしてる、そんなことないんだけど、最近見てないですね、あんまり、うん、なんかね、めっちゃ割れてたじゃん、なんかうん、割れてた、でもなんか横っ腹に肉がついた、なんかすげえ投げて、ね、サボって幸せなんですよ、いいなあるかな、幸せとか、いい太り方ですね、幸せあんまないんだね探してたけど今なんなんかある、最近でもそこまでの絡みもないから、まあ、頼れるリーダーだなと思ってますけど、ああいいね、いいコメントだね、いいコメントだね、あげておいて、あげといて、あとでトーンここがいるからね、ここ下げられるからね、いや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 、俺はね、もう本当にもうどうどうな、ただうちらより長くいるかもしれないかも、まあ、好きは長いね、うん、そうだね、あーでもないとか、うん、そうだね、まあでも
あいつは頑張ってると思うよ、やっぱり、うん、やっぱね、毎週大変だからね、毎週これもやってるし、うん、ただ俺が今一番本当に言いたいことはもう、ナイトに言いたいことはもうお家にずっとパソコンを貸してもらってありがとうございます。そのお家ありがとうじゃん。俺一人に行くんで、本当にもうすいませんね、なんかあんなでかいやつそんなでかいありがとうございます。そんだけでお前はいいやつだありがとう。悪いことないんだ、普通にいいことじゃん。まあお世話になってる部分しかないからね。お世話になってるのなんだかんだ、はい、やつはもうたまにダミ声がでかいぐらいだよね。そうですね、うん、リーダーとしてナイトはどんなの、うん、ああ、うちらからしての、うん、まあちゃんとまとめてくれるいい人、うん、より見てるよ、母、マジかハイデグ、ハイデグな機械使えるようになったねニコナマ、マジかすごいね、うん、リーダーとしてどうだい、じゃあナイトさんは、まあ、いや、そもそもリーダーじゃない時のナイトさんは自分は知らないから言ったら店の最初からリーダー知らないですよ、最初からもうリーダーだからもう一緒リーダーかなと思う、うん、ああじゃあ自分が逆にリーダーになってやろうみたいな、ああそれはじゃあまあちょちょ水面からちょろちょろ言うから水面からちょろちょろ考えてんね乗っ取ってやろうかなハヤトはそうですね、俺も最初からリーダー的なポジショニングにいましたね、あの人は、ああ、うん、そうだもんね、代表違うプロデューサーずーっとやってて、うん、やってることは変わんないんだけどね、そうだね、だからできんだろうね、うん、あんなグループとか、うん、偉い、うん、まとめるって難しいですからね、難しい、うん、なんでうちらこんなナイスさん上げてんだろうって今なってるけど、面白いそろそろ誰かがそろそろドーンっていくかどうそろそろ落とす、俺多分これ言ったら本当に後でガチ切れされることが出てくるから見てないこと祈るしかない間違いない、ね、見てないドラゴンボールに集中してもらえればいいかなと、ドラゴンボールネタが多いね、まあ結果ナイスさんはいい人、いい人だったってことかな、いい人、いいリーダー、うん、意外にそんなに不平不満が出てこなかった、そうね、うん、コーナーやった意味があんまりそう、いらなかった、ただ上げただけ、あの人の好感度を上げただけ、上げただけ、まあ、今後ともよろしくお願いします、お願いします、うちのリーダーを、リーダーをそれでは何これ何これ何この感じ、保護者うちらがお願いしますってのも変な話じゃん、じゃあ次のコーナー行きますか、行きますか、じゃあこんな感じで続いてのコーナー行きたいと思います、うん、それだ、では次は俺たちの持論に共感できるかコーナー、はい、次の企画なんですけど、うん、まあ毎回やってますが、うん、俺たちの持論に共感できるかというコーナーなんですが、もうすぐちょっとバレンタインデーが近いということなんです、うん、この子ですね、ことに関しての、うん、いいですね、お題を出していきたい、より叫んだよ、あいいよ、自由にやっていいよ、うん、何も言わないから自由にやっていいよ、うん、で、この企画は誰の持論が一番共感できるか、うん、そのリスナーさんにアンケートを取ってもらうので、うん、その中で誰が一番良かったかっていうのを選んで一番を決めていきたいと思いますので、うん、皆さんご協力お願いします、次は取るよ、ちょっと取っちゃう、変顔では負けだから、うん、ここら辺でね、最初のお題なんですが、じゃあ一発目、まあ、バレンタインデーキスっていう歌がありますが、あるね、その歌にもじって、まあ、あなたが女性にされたいバレンタインキスはどんなシチュエーションかっていうのを、いい質問またちょっとやってみたいと思うので、ね、これいい、はい、あなたがされたいバレンタインキスのシチュエーション、シチュエーションね、はい、オッケーをやってみたいと思います、バレンタインされたいシチュエーション、なるほど、うん、こんな感じでやっていきたいと思います、はい、じゃあシンキングタイムスタート、まあバレンタインデーとかね、うん、どんぐらいもらってる、うん、結構もらってそうだよ ね、みんなバレンタインデー、うん、いやでも高校までじゃないですか、ね、ここまで出ちゃうと大学行ったら分かんないですけど、行ってないからっていうのは、うん、最高どんぐらいもらった、最高ですか、うん、でも最高でも12個ってあー、でも結構もらってるわけやん、うっそ、すごいね、すごいね、最高はすごいね、お母さん入れたらお母さんでも大事だよね、そこ入れたら僕でも11個もらってるわけだすごい、11人からもらえてるんだからね、お母さんはね、え、いおりは、え、俺はチョコでしょ、うん、チョコはね、チョコというか、まあプレゼントも含めてだもんか、全然
いや、もらった記憶がないね。マジで言ってんの？うん、そんなはずはないですよ。バレンタインって、ね、バレンタインって何月何日かさえもわからないからね。うん、沖縄バレンタインでないかもしれない。完全違い保険になっちゃってたね。チョコ溶けちゃうからチョコじゃないんじゃないですかね。ゴーヤとかくれんでしょ、多分。やだ、どっちかって砂糖切り。甘い方、甘い方、うん、どっちくれるか、やっぱり。いいね、東京おしゃれでね。おしゃれだね、東京。そうかね。ハヤトは何個くらい？これは、なんすかね、本命は、うん、2、3個ぐらいですね。うん、あ、お母さんも入れてるんですか？お母さんも入れてる。いや、お母さんは大本命。あ、ああ、私はそれは1個で特別、うん、どんだけマザコンなんだよ。まあ、書いてね、これ書いてない、チューするシチュエーション。そうだから、どんな場所でどんなタイミングでこんな感じにしたいみたいな。したい、要は例えで言っちゃうと、要はバレンタインデーにディズニーランド行ってシンデレラ城の前でキスをするみたいな感じでしょ。今ちょっとなんか俺が書いてるのちょっと近い。なんか絶対嘘でしょ。まあ、かぶってないけど、ちょっとなんか、うん、かすりそうな、なんか危ういね、あれがあったね。あった、うん、まあ、ちょっとあんま言わないようにしないとね、うん、そうらへんは。そういうのも大事だから。じゃあその間に俺はコメントを読みましょうか。あ、コメント、コメントどんどん拾っちゃってください、ね、はい、まあ、ナイスさん見てる。ああ、やっぱり見ててくれるんだったらいいね。いおりはどんな人？バカです。ありがとう。いおり不謹慎なこと言ってほしいらしい。嘘でしょ、バンされちゃうって。歌舞伎町来てまだ3ヶ月だから、やることまだいっぱいある。この放送が何もできなくなっちゃうからね。本当に怖いわ。すごいね、いおりくんに対してのコメントがめちゃめちゃある。本当？これ、沖縄にも流れてるの。嘘でしょ。ニコ生だからね。ニコ生だからみんな見てる。いおりは豚の糞もらったんだよね、確か。嘘でしょ。俺もらった豚の糞。何してんの。何を、俺の何をしてんの。君。すごいね、何でも知ってるんだね。あ、そうか、いおりは去年バレンタインデーで豚の糞をもらったの。誰なのこれ。誰なの。受けんだけど、そろそろかけたかな、みんな。そういう夢を見たのかな。ハートかけた。俺はもう、あ、できてる。俺、これそれベストですよね。ベスト、これでやるか。オッケー。結構真面目な感じになっちゃったんです。しおりくんもできたかな。いや、オッケー。オッケー、じゃあ、まずは一番最初、ハヤトくんから行ってみたいと思います。お題がバレンタインデーキスをされるならどんなシチュエーションがいいですかということで。女性にされたい。はい。女性にされたい。はい。するじゃない。されたい。されたい。はじめましてがいいですよね。あ、じゃあはじめましてのシチュエーション。そのちょっと憧れてる、こう、うん、文字じゃねえんだ。あれ。あの顔、写真、あの雑誌とかで載ってる湯沢隼人くんですよね。あ、そうだよ。新しいね。一人始まっちゃって始まる。それで、あの前からずっと雑誌とかで見ててファンでした。あのバレンタインデーなんでチョコあげていいですか。あと、あのよかったら、甘い。わかる、言いたいことはわかる、伝わった、すごい伝わった、すごい伝わった。言わせない、言わせない。ファンだった子にね、初めて会ってバレンタインもらって、うん、そのまま初めてな子がいいですね、うん、初めて尽くしね、やっぱり真面目でがいいんだよね。それ結構、うん、いいと言ったんじゃないの、いい。続いてじゃあマサト君、行ってみましょう。結構真面目なんですよ。バレンタインでキスと歌うのがありますが、あなたが女性にされたいバレンタインキスはどんなシチュエーションでどんなキス。これ見せた方がいいですか、読んだ方がいいですか。あ、読んで見せて、じゃあ。じゃあいいですね。これ、はい、これなんですよ。高校の設定ですね。はい。で、家の近くの公園でチョコ渡されて、
じゃあ私もう行くねって俺がえみたいな顔してる時ってタッタッタッと走って帰っちゃうんですよ。でちょっと進んだところであちょっと待ってみたいなで走ってきて、うん、チューされるみたいな。あすごいくすぐるねあるそれがすごいくすぐるねすごい忘れてたパターン、ね、そういえばみたいな感じでなんかさらっとチューしていくやつそれいいね、うん、あ好きになっちゃうちょっと2人ともいいもん出てんじゃないのこれ、うんいいね、真面目これいいと思う。じゃあ次いい、ね、これだ最後、伊織くん。あ、俺か。いや、なんか二人がパンチ効きすぎるってね、パンチ効いてたからねやべえぞ。じゃあバレンタインにキスという歌がありますが、あなたが女性にされたいバレンタインキス、どんなシチュエーションですか？はい、どうぞ。それはそんな人じゃないよ。シチュエーションはこっちか。スプラッシュマウンテンの下るところで口移しスプラッシュマウンテンの下るところで口移しチョコをね、うん、チョコをチョコ、まあ、めっちゃ高度やね、まあ、言ったらさっき、まあ、ポンさんが言ったように、まあ、ディズニーランドって、まあ、カップルが盛り上がる場所の一つであると思うんですけど、俺も個人的にすっごいディズニーランド超好きなんで、でやっぱりなそういう、まあ、ディズニーランドでイベントごとを祝いたいなっていうあれがあるわけで、まあでもやっぱりなんだろう、まあ、そういうなんか絶叫マシーン乗ってる時のこのなんだろう高鳴り心拍数、高揚感、興奮感とそういうなんか恋愛の興奮でやっぱ似てると思うんですよね、うん、まあ同じ興奮として、うん、それをもう同時に行きたいっていう俺は、だからもう沖縄人あっちいな、いやもうあのちょっとバーッてこの最後の写真カシャって撮るところあるじゃないですか、まあ、そこで、うんうん、こうやってバーッてこの写真をそう収めて収めてもらいたい買いたい買いたい買いたい最後選んで買いたいっていうのがまあいいんじゃないですか、うん、それもそうだね。じゃあ3つで揃えましたが、これに対してのアンケートを取りたいと思いますので、うんうん、アンケートを取って誰がこう回答が一番良かったかお願いします、うんうん、まあ俺を選んだらもうド変態だよ完全に。いや暑さもこもってるからねそんな。まあねそう、うん、暑くなる。なんかいいの来てる？うん、あのコメントは見てねえなお前コメント。うん、全然読んでねえだろ。絵が鬼畜なぐらいですね。絵が鬼畜。嘘でしょ？絵鬼畜これ？ミッキー。ミッキーでもこれ可愛い、うん、可愛くない、ね？ちゃんとチョコも加えてるからね。うん、チョコもそうだ。果たしてこれがチョコかどうか謎だけど。これ字だから見せても見えない。うん。うん。です。オゾンのみんなでディズニー行こうだ。ディズニー行こう。仲いいね。うん、オゾン、うん。オゾンで行こう。うん。非常に仲いいんだね。いいよ。オゾンで思い出保存。イエーイ。かましてくるね。殺人しさ。殺人しさ。面白い、ね、オゾンの力もっとちょうだい、オゾンの力、うん、ディズニーに寄りだけ置いてる、嘘でしょ、ちゃんと、じゃあそろそろアンケートが取れたと思いますので、はい、アンケート発表の方に行ってみたいと思います、はい、よし、それではお願いします、勝ち濃厚だな、はい、わあイオリごちそうさまですさっきの借りを返しましたね、さっきの借り返したね、やったやった、今日来たかやったで、やったね、仕事よかったぜ、じゃあ1位になったちょっと絵が効いたね、絵がね、感想をそうだね、まあ次の休みかな、来週は火曜日になるんだけど、うん、ディズニー行こう、視聴者の皆さんそして写真撮ろう、考えてねえじゃんコメントはね、もう俺これで仕事したと思ってこれも絵描くのに相当時間かかってたから、ね、そう、あとはもう2人で思い出作ろうって、ね、じゃあ伊織くんのこのスプラッシュマウンテンで、うん、スプラッシュで、ね、下るところで口移し、やれる人はみんなやってください、ちょっとこれできるかもしれない、どしどし事故になるかもしれない、事故じゃない、もうテレビでそれやっちゃうかもしれない、ね、夜は違うスプラッシュをねよっしゃ、次行こう、はい、じゃあ次のお題に行きたいと思いますじゃあ次もバレンタインにかけてのことなんですけど、うん、じゃあ女性からチョコをもらいたい、うん、まあ男であるみんな欲しいと思うんですけど、うん、その中で、まあ、どんなおねだりをするか、女性に、まあ、どうやったらチョコをもらうかですよね、うん、なるほど、はい、おねだりか、それを考えて
ください。なるほど、勝手にくれるからな。そんなに。いいな。勝手にくれる。言って、言ってみたいそれ。勝手に。おねだりか。おねだり。ね、いっぱいあると思うからね。まあ、したことある人、ない人。まあ、経験談でもいいと思うし。どういうのか。おねだり。お母さんにおねだりするときとかでもいい。お母さんこそ買ってきますね。確かに頼んでもないのに、うん、完全にすげえいいのセルフで来るからね。あるかもしれない。スーパーのチョココーナーで買ったやつ、うん、確実にマサトだと思ったのに。確かにそれはちょっとあった、うん、俺真面目だったですね。真面目だった。真面目な答えだったからね。すごい完全に刺客が。いや多分ね、ここに挟まれる大変だと思う。いやいや、そうだね。負けないようにしないと。そうですね。おねだりのし、おねだり、おねだりの仕方だね。うん、これじゃあ一回これじゃないな、こっちか。じゃあリスナーの人にもちょっと見てみましょう。ズレからチョコをもらいたい。おとといあなたは女性にどうおねだりする。はてな。はてな。はてな。そんな強調するもんと思うし、どんな感じなんだよ。ねえ、はいさい新婚さん、はいさい新婚さんね、うん、いいよ。はいさい新婚さんなんですか。絶対オゾンでしょこれ。結婚してるんですか。結婚。誰誰誰。はいさい新婚さん。はいさい、あ、はいさい、はいさい新婚さんは沖縄のあのローカル番組。ああ、そんなのもあるんです。うん、あの言ったら。なんかあの新婚さんいらっしゃいみたいな、新婚さんいらっしゃい、はいはいはい、沖縄版みたいな。へぇ、うん、えー、うん、より息子いるよ。あ、いるいる、確かについてる、ついてる。うん、完全バンしちゃうよ。バンはやめて。なんか最近ね、でもこれ放送やってるのもあるかもしれないけど、ニコ生ちょっと自分もハマってるんですよ。おもう見てる、うん、なんかスマホで見てるからコメントとかできないけど、うん、面白いね。やっぱいろんな人がいるから、うん、いろんな生主さんがいるからすげえなって思う。うん、なんか喋りましょう。集中してる、集中してる、めっちゃ、うん、おねだり、おねだりの仕方、うん、もうできてるかなみんな、大体は。今回ね、多分ね、沖縄好きの人ばっかなのかな。ハイサイとかそういう言葉しか出てこない。読み上げてもそういう、なんかオゾンでしょ、絶対。絶対そっちだね。一人の人が書いてます。殺人シーサーの母です。みんないつも息子がお世話になってます。ヒロミ出てきたよ、ヒロミ。お母さん、ヒロミって。ヒロミ出てきたわ。普通の名前だね。出てきたね。完全に。さてさて、では。はい、うん、できたでしょうかみんな。じゃあはい、なんとなく、なんとなくは。じゃあまず俺真面目なら真面目、真面目でいいよ、両サイドバカだから。ああ、ちょうどいいですね。そうそうそう、中断中断されるから。じゃあ隼人君 OK。 はい、じゃあ女性からチョコをもらいたい男であるあなたはどう女性におねだりしますか。どうぞ。明けおめ。俺ね、ホワイトチョコが好きなんだ。顔がもう、絵が。OK! はい。もう1月1日に言っちゃう。先に言っちゃいます。先に言っちゃう。マサト、マサト起きてる。常日頃。ああ、OK。じゃあもう、常日頃からアピールしてるみたいな感じ。そんな感じですか。了解です。ホワイトチョコ。じゃあ続いて、マサト君、行ってみましょうか。これはどうぞ。私は真面目系なんですね。これ今年チョコ作るの？作るけどどうして？もらってあげてもいいよみたいな、しぶしぶねみたいな、そういうちょっとなんかツンツンしてる感じで、もうねツンデレな感じ。こんな心やな、なんてさ、もう。そう、これうまいな、これ、うん、真面目やけどうまいな。確かにそれいいね、モチベーション。向こうもあげてあげてもいいよみたいな、うん、ああ、誰がやるよみたいな。始まるね、幸せぶってんじゃねえよ。綺麗、うん、な。その綺麗な感じですが、じゃあ最後にみおりくん。いやいや、俺はでも本当に言ってみましょうか。いや、俺バレンタインもらったことない身分としては本当になんか、はい、まあ、バレンタインチョコレートいただけるのであれば何でもするっていう、もう優勝なんだからね。言ったら俺はもう本当に、はい、うん、それではどうぞ。
ねあのね、ホワイトデーあげるから先行通してバレンタインちょうだい、お願い、うん、うん、やっぱ世の中ギブアンドテイクなんで、まあ、確かにね、あげるからちょうだい、まあ、あげるから、うん、バレン、ね、ホワイトデー確実にあるから、あるから君にあるから先にちょうだい、すごいキモオタクっぽい、これはもう脳内優位、それ見てよかった俺真面目で、うん、さてこの3つ上がりましたが、うん、まあ強烈ですが、いろいろと、うん、いやこの中でアンケート取りたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。ではどうぞ。お願いします。今度こそ、今度こそ、いやこれ強烈だね、マサトのもいいけど、ハヤトのがね、これリアルです。うん、うん、俺もリアルなんですよ。リアルです。ね、悟空とフリーザ語ってる、まだやってんだね、そこら辺は。まだやって長いね、うん、早く、うん、もう寝ていいって、まだ寝ちゃダメです。また見ててください。寝るのまだ早い。朝と上からか。はい、うん。上からです。上から。うん、ヒロミコメント入ったわ。息子決め、俺か名前変えちゃうよね。すごい。ヒロミって。ヒロミマジで。すごいね。ささんなよ。ちょいちょい。ニコ生で。俺の親。そんなに好きなんだよ。いい親やん。ねえ、いい親やろ。じゃあそれではちょっとじゃあそろそろ締め切りたいと思います、はい、それでは誰のコメントが一番良かったか、うん、一番に共感できるか、よし、うん、どうぞ。はい、うわっ、嘘でしょ。他のはどうなってんですか。 70% と来た、あーそういう感じで、じゃあむずわ、予想外だ、すごいね、いおりパワーってすごいね、楽しいね、これはすごいね、え、うん、なんだすごいね、これなんか裏で操作してね、え、ねえ大丈夫、八王朝っぽい、八王朝してない、ヒロミかヒロミパソコン何台持ってんだよ、お母さん入れたよって感じ、やっぱりヒロミだ、お母さん入れた、お母さんありがとう、してしてお母さんありがとう、本当にマサってチョコあげない、ポーク送っといてよ、ちょっと俺にチョコあげなかったらこんな肝みたいな感じでなって、こっちにあげたくないな、こんなのにやだよ、どんだけいいホワイトデーが返ってくるんだよって話だからね。それでは続きましてラストのお題やってみたいと思いましょう。じゃあラストのお題がですね、いや、あなたは女性です。あなた方3人は女性です、はい、もっと女性の気持ちでカメラ目線で好きな男性に喜ばれる告白をしてください、うん、それからチョコレートプレゼントしてください、うん、ということなので、これは書くというか、ね、書かない、ね、やれば女の子目線ですか。女の子目線、女の子です、私たちは。あー、なるほど。で、男の人に告白してチョコ渡すんですか。そうそうそう、こんな感じかな。なるほどね、女目線か、うん、まあ俺らね、ホストやからやっぱり、うん、女の子の気持ちっていうのはね、そうですね、常日頃から分かってないといけない、うん、人種なんでね、で、ね、女になりきってやっていただくということなんで、じゃあまずは隼人君から、うん、ちょっと行ってみたいと思います。はい、うん、あなたは女性です、カメラ目線で好きな男の子に呼ばれ喜ばれる告白をしてからチョコレートプレゼント、チョコレート渡してあげてください。3321来い、はい、ハヤト君好きだよ、シャンパンがいい、それともチョコがいい。コメントが困る、ホストやな、ホストやな、ホストやな、それお前との真面目なやつになっちゃう、うん、まあ、それでチョコ選ぶかシャンパン選ぶかはハヤト君、うん、それは、うん、そこで乙女心が分かってます、まあ、ということで、うん、じゃ続いてマサト君言われたいな、行ってみたいと思います。では、3、3、2、2、1、1、ほい、これ、あげるの2番目だからね、チュって感じ。お前、うめえな、2番目だからねって言ったでチューしちゃうみたいな。お前、うめえな、ツンデレ好きやな、うん、セカンドか、セカンド、2番目が一番愛されますからね。いい言葉やな、2番目が愛される、うん、じゃあ、続いて最後、沖縄が生んだ殺人シーサー、シーサーが女の子の気持ちになってね、なんで告白をしてからプレゼントをしてください。うん、いきます。3、3、2、1、ほい、あんなチョコレートってな、普通
デザートやんか。でもチョコレート先にあげるわ。デザート食べたかったらこれ全部食べて。ストーリーがそれすげえな、うん、まあ、デザートが何かっていうのをちょっと妄想、何かと妄想してもらって、もうもう食べたい、うん、もうすぐすぐ食っちゃうよ、すぐ、まあ一つだけなんで関西弁なんだお前って思ったけど、うん、私ね、うん、関西弁のね、まあそんな参考出ましたが、うん、その中でじゃあ、うん、一番いい人、うん、はい、あげてもらいたいと思います。じゃあ、アンケート、スタート、うんうん、すごい、まあ、強烈だね、うん、この中で、うん、まあ、いろいろね、マサトの答え、いいんだけどね、うるさいから寝ねって言われてますからね、うん、おやすみなさい。いいんだけど、その分、いおりの圧が半端ない。いやいやいや、もう、すみません、なんか、うん、絶対思ってないでしょ。ただただ楽しい。いい、今日のいより偽物じゃない、本当はもっとつまんない思いしね。そうなのね、うん、そうなの、縛りがないから今日は。縛りがないから、もうやりたい方、広島の縛りがないから間違いない。じゃあそれではアンケートが過ぎましたかね、じゃあそろそろ締め切りたいと思います。それではアンケートの結果を聞いてみたいと思います。 お願いします。はい、じゃあアンケートの結果を聞きます。アンケート結果で誰が一番良かったかで、1位が、マサトさんとヒロミさんで 50% です。うわー、ここに来てってことは、ハヤト今日いいとこないね、ハヤト。持ってかれてるね。いいなー、マサト、そういう告白されたい、うん、それではじゃあまずマサト君から感想を。告白されたいな、うん、やっとここで一貫、うん、取れたね、うん、一貫、はい、ごめんなさい、なんかそれだけっす。じゃあ次、イオリ君。いや、なんかすいません、なんかもうこんなんで、まあ嬉しいんですけど、なんかみんなバカなのかなって失礼や。答えてくれた。ねえ、本当にこんなんがいいって思って入れてるのかなっていうのが、思ってる子も何人かいるかもしれないけど、出てるんでしょうね、きっと。ありがとうございます。なんか本当はなんかこんなやつに、すいません。このコーナーって共感できるかのやつですよね。できるか、共感できるんですね、みんな。できるかできるんですね。そういうコーナーでした。では一回 CM 入りたいと思います。適当に今自分で、よいしょ、始まりました。これでは最後のコーナーに行ってみたいと思います、はい、はい、今回ですね、多分新しいのかな、新コーナーのか、新コーナーということで、うん、歌舞伎町イケメンホスト占いコーナーということで、こういうコーナーができました。このコーナーは一般視聴者からお悩みを当番組の出演者たちが出演者たちが占い師となり、 MC いいね、ありがとう笑いなしで真剣に答えていくという企画になってます。マジレスコーナー、マジレスコーナーでちょっとおふざけなし、おふざけなしでというのも、ちょっと事前にですね、リスナーさんからこういうすごい長文のね、ありがとう、いただいて、ありがとうございます、はい、お悩みをいただいてますので、うん、俺に対してじゃあ3人、まあ俺も軽く入れながら、はいはいはい、お悩みを
解決していきたいと思います。打ったんだね。多分すごい打ったんだね、頑張って。泣きながら打ったっすね、これ。泣きながらやってます。で、これちょっと簡単に要約させてもらいますけど、遡ること4年前くらいから起きてることなので、うん、4年前高校1年生の時からもう現在まで大好きな人がいるらしいです、はいはい、でその人とはなんかメールだけしかつながってなくて、うん、メールでつながってるんだけど自分から送っても返ってくるのは数回ぐらいしかない、うん、でもそれが4年間ぐらいずっと続いててその間にその男性の方には彼女さんができてるということで、まあ、それを本人も知ってるんだけどでも諦められなくて4年間ずっとメールだけをしてしまって、うん、あーけなげだね。電話もメール電話もあったりもしてないっていう感じなんでこれに対して皆さんどう答えていくか相談を解決していくかなんですが、うん、はい、うん、これもうガチの、ね、ガチの質問だからね、これはもう俺らもやっぱガチになってる、これはもうやっぱりうちら日頃からね、やっぱり女の子と一緒にいる時間も長いし、うん、女の子の気持ちを考えられる衛生されたメンツなんだね、うん、そこら辺はエキスパートなんでね、エキスパートなんで、ちょっと、ね、答えてあげましょう、うん、それで、なんか隼人あるそうですかね、うん、そういう子が自分の友達にいたらどんなアドバイス、やっぱその女の子が真面目に答えてんだから女の子目線で好き、うん、好き好きだから、うん、やっぱ男の子のニーズに合わせなきゃいけない、ああ自分の意見ばっかりではなく、うん、男のニーズにも合わせる、うん、そう大事だね、でも大事、うん、なるほど、うん、真面目だね、マジ真面目、うん、真面目なコーナー、真面目なコーナー、うん、真面目か、結構最初から真面目だじゃあ続いてマサト君、はい、おい、うん、おい、自分がその立場だったら、うん、どうするんですかね、それ友達を使って、うん、本当にそんな好きだったら友達を使ってその人のことを調べてもらう、調べてが付き合ってる彼女をうまそう、知ってるじゃないですか、うん、それで、なんかその人の好きなものとか、うん、なんかそういう周りの情報を調べてもらって、うん、あ、はいはいはい、それでさりげなく数少ないメール電話の中でそれを出してアピールするぐらい、うん、ああ、うん、素晴らしいね、分析をしていくってどんどん相手に対して、うん、いいね、これでは、いやー、まあ、これ本当にもう僕も真剣にまあこのリスナーさんの、うん、はい、もう答えだと思うんですけど、こう笑いなしで、いやでも本当にやっぱまあデーマスの時も早く時もいろいろもうすっごいいいこと言ってくれたと思うんですけど、やっぱ今か実際相手方に、うん、彼氏、あ、彼女だ、彼女がいるってことなんで、うん、うん、やっぱそこはもうね、やっぱ人間誰しもやっぱ忘れられない恋とか、うん、うん、絶対あると思うんですよ、いくつか、うん、まあ、カップもそういう僕もね、こんなバカみたいなことやってますけど、まあ、そういうのあったりとかもするんで、でもそれを乗り越えて乗り越えて、やっぱ諦めるところちょっと妥協して、やっぱ人間強くなるもんなんじゃないかなっていう、なんか時には諦めることも大事なのかなっていう、まあそれを乗り越えたらやっぱりね、やっぱ人間として強くなれると思うし、また違ういい人が出てくるから、また違う、そうそう、また絶対いい人が、うん、まだやっぱ無理に忘れよう忘れようっていうじゃなくて、うん、やっぱなんだろう、うん、相手ね、幸せに、うんうん、相手の幸せを願いながら、うん、うん、ご自分もね、切磋琢磨やってくれたいや、もうこれ本当に、うんうん、大人だね、絶対大人としての意見、うん、もう4年もね、待ち続けてるっていう、もう本当に一途で純粋な子なんで、うん、絶対他にいい人が現れると思うんですよ、うん、うん、確かにね、4年間、そう、もうこんな純粋な子なんで、無駄な4年間じゃなくて、ね、うん、無駄な4年間じゃなくて、それをもうバネにしてまた次の声にして声を探すのも、まあ、一つの手なんじゃないかなって、うん、よりは思うわけですよ、はい、はい、いいこと言うと思う、どうでしょう、いいと思う、うん、よろしいですか、でも今日初めて仕事したと思ったさっきまでの茶番があったからそっか
というのはあったんで、うん、じゃあこれもね最後にちょっとじゃあこれアンケートを取ってみたいと思うので、うん、これをじゃあちょっと誰が一番良かったのかをアンケート取りたいと思いますので、うん、お願いします。ねえ、あ確かにね、忘れるのがここに書いてある。素晴らしい声が、まあ、それができないかよねもんなんですよね、きっと。まあそうなんだよね、まあ、うん、辛いけどね。周りは簡単に言うけど、実は本人からしたら絶対そんなの考えられないぐらい無理ですね、なっちゃうから、うんうん、でもそれ初回に行ってみればいいんじゃないあ、うち来てもらえればいいんじゃない。そうですね、うん、住んでるのが近かったらどっかね、うん、来てもらえれば、みんな聞いてくれる、みんな聞いてくれる、うん、そんな悩み相談なんていくらでも聞いてるよ、うんうん。ディズニーランドでスプラッシュマウンテンもありだけどね。そうですね、あるよ。いきなりそれでもいいと思う。いきなりそれ初めて会って話を聞いて、うん、うん、そうだねって言いながら落ちて口移してればいい。そう、口移してね、うん、わーいいです、いいと思う、うん、それでいいと思う。それしよう、うん、それで、じゃあ、じゃあそれで、それしよう、うん、それではアンケートが出たと思いますので、 お願いします。では、どうぞ。よっ、シェイシェイ三冠じゃん、シェイシェイ、すごい、すごい、ありがとう。あおでもみんな大体でも、うん、ね、おのおの加算されてる。あよかった、ハヤトの今日もあったから、ね、うん、よかった、ハヤトもちゃんと入ってたんだってまあ、そういう感じ。真面目だった。真面目だったから、真面目だったね、うん、みんな真面目だったな、うん、こんな真面目に違ういいこと話してんのに誰だ、ドラゴンボール見てんの、うん、本当だよ、マジでオゾン票やば、うん、言うな、ドラゴンボールばっか見てんじゃない、うん、そんなこともありましたが、まあ今日ね、いろいろちょっとナイスさんなしでやってみましたが、どうでした。いやね、なんか新しい感覚、うん、そうですね、うん、なんか、あれ自分の番組かなこれみたいな。いいじゃない、乗っ取った気分もあるですね、うん、まあそんな感じでね、ヒラトバイシャツ有利だったかなみたいな。どっちだろう、それ言い過ぎた、すいません。まあでもそろそろなんかいつもの人が来てもいいんだけど、あんまり、うんうん、ここら辺でね、うん、やっぱり花が欲しい、来た花が欲しいね、来た嘘でしょ、嘘でしょ。聞いたー、入ってなかった、入ってなかった。もうちょっと違う、すいません、できた、来たぜ、はい、石野さんご上手ということで、はい、来ました、はい、そんな中から見ていただいてどうでした今日は、うん、お尻抜きでね、はい、俺今までの中で一番良かったと思う。いやありがたい、おそう言っていただけたら、あざす、マジでそれ嬉しいな、うん、なんかね、聞いたかないさ、なんかね、みんなの良さをね、改めて知った。ああ、うん、そう、それ嬉しいですね。なんか、俺とか最後にいつも出るのは、最初からいると、こう気使って、自分たちの良さがね、多分出ないじゃないかなと思って、ずっといつも座ってるけど、ね、でも今日は、伸び伸びとやってたじゃん、うん、自由な感じで、かよともうこういうキャラがあるんだとか、まさともこういうキャラがあるんだとか、よりもこういうキャラがあるんだとか、ね、改めて知った、はいはいはい、すっごい良かったと思う俺、良かった、ね、ありがとうございます、嬉しい、逆にナイスさんはナイスさんがいなくてね、こういうチャンスができてこうやってね思ってもらうと、で今度ナイトは逆にいつも MC じゃない、はい、ナイト言ったら今度 MC ナイトじゃなくて、うん、違う人が MC やるとかね、あ、そうですね、シズラのナイトのまた違った良さも出るかも、うん、出てくるかもしれないですよね、うん、いつもいじる側なんでね、あいつは、そう、うん、逆にいじったろぐらいの、いじられる側に回ったら多分相当面白いと思う、うんうん、なんか今日はすげえ良かったと思う。あとあの、いおりのお母様、はい、いつもお世話になってます、ありがとうございます、ありがとう、こんな息子はありがとうございます、うん、息子ありがとう、親は大事だよ、大事ですよ、本当大事、全員の親に見せてあげたいぐらい、うん、うん、と親はね、やっぱり子供がいくら親を思ってもね、親が子供を思う気持ちには勝てません、間違いない、間違いない、でもなんか結構いっぱいコメント出たんじゃない、結構出てますね、大体、まあ、ドラゴンボールですよね、大体、うん、ドラゴンボールだ、ナイト MC 降格って感じだけど降格じゃないじゃん彼もね、ものすごい頑張ってくれてる、終わったか、あいつの時代も今日はただ、ね、臨時的にいないだけで俺が代わりにやってますけど、うん、まあ来週からまたナイスさんがやると思う、完全に仕事したな今日は、でも今日マジ良かった、やばい、
楽しかった。うん、楽しかった。ただ普通に楽しんじゃった。あとなんかイオリがラップができるっていうのがさっき分かった。あ、よ任せて、俺は沖縄琉球スタイル、イエーイ。いいじゃん。イエー素晴らしい、うん。これからラップが入った曲もね、新しいのが出てくるかもしれない。いや本当だよ。そうでしょ。次の新曲ね、でもラップがあるの。あ、そうなんですか。だから、あ、ちょっとそれ。だから今ね、ラップ誰に歌ってもらおうかなって思ったけど。嘘でしょ。嘘お母さん。シーリルミかもしれないよ。うわー、いやマジでそれいいね、よかったね。このタイミングでまさかのまさかのいいもの、拾い物したってシングルさん思ってるからね。うわラップできてよかった。今日もなんか普通に羨ましがってんじゃん。お母さん嬉しいわ。お母さん嬉しい。あんたやってない。お母さん嬉しいわ。親子こした。親子こした。いやー、俺ね、母親ってね、もうマジ一番、もうこの世の中で一番尊敬してるから、俺は。そうっすね。だからその母親がこう思うのとか見ると、俺多分酒飲んでたら、俺もう泣いてるだろ。そうですね。もう裏切れないの、これ。ディアママ。だってみんな地方からでしょ。俺も岐阜じゃん。沖縄でしょ。そうですね。マスどこだっけ。今、千葉です。ハヤトは神奈川です。神奈川です。でみんなさ、離れますからね、実際は。離れると余計に思うでしょ。そうですね。やっぱなんか、一回帰って大丈夫かなとか。絶対もうね、やっぱね、離れるとわかる、何でも。そうなんですね。絶対そう思うな、俺。まあ、帰る時に帰って安心してたらそれでいいかな。俺も離れてからだもん。あ、もういいんやった。めちゃめちゃ電話したりとかするようになったの。一緒にいると分かんないでしょ。そうですね。いなくなって離れて分かることもあります。ねえ、うちの母親気づいたらいきなり新宿いたりしますからね。本当に今アルタ前にいるとか、いきなり電話かかってきて飯食おうとか、そういうのいや、親はね、親はね、あの本当に子供を思ってるよ。そうですね、思ってますね。マジマジ、いつまでも味方ですからね、あの人。だって俺ね、あのちょっとすごいこんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、俺あるお母さんが自分の子供が東京に出ていくって言った時に、はい、あの殺されそうになったらもう殺しちゃいなさいって言ったって言ったの。だけどその気持ち、なんか親だったらそれぐらいやっぱり思うと思う。いけないけどね、絶対そういうこといけないけど、生きてくれたらそれでいい。そう、それでいいみたいなさ、ね、特に職業ホストじゃん、はい、で俺もね、全然先が将来がさ、なんていうの、こう確実に決まってる 職種じゃないから、うん、親って心配してると思うもんね。あ、そうですね。じゃあこうやって、あのよりのお母さんじゃないけど見ていただくとね、元気になるから。果たして本人かどうかは。あ、本人かどうかはやらない、やらないけど、もしかして、うん、まあ、あとでメールするわ、ヒロミ。呼び捨てか。うん、メールするわ。そう、でもこんな感じで、うん、なんか、でも本当に今日はね、素晴らしい、楽しいし、最後あったかくなる、うん、で、コメントくれた皆様に感謝で、感謝です、ありがとうございます、見ていただいて、皆様も見てください、毎週毎週、うん、でもまあ、多分来週からまたナイスさんが戻ってくると思うんで、うん、で、来週からまたやりますんで、うん、まあ、その後にまたこの後 PV でパーティーララサイのものを YouTube にアップしてるので、そこに見てもらったら、はい、店を見れるようになってます、はい、で、また新曲とかも、そうですね、キンゴさんがいろいろ構成してもらえる、はい、次はね、かっこいいよ。楽しみだ、聞きたい、楽しみだ。それがみんな多分楽しみに待ってると思いますんで、うん、それを待ちながら、はい、今日はこれで終わりたいと思います。ナイト気をつけてね。気をつけて、はい、また来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。